はい、こんにちは、カブパパです。もう夏ですね。本当にもう暑くなってきちゃって、まあ梅雨入りしたといってもですね、やっぱり日中は30度超えて、まあ、非常に暑いですね。最近ね、これ、まあ、自販機限定で売ってる、まあ、メロン味のソーダですね。これポップっていうんだと思うんですけど、非常に最近もうハマっちゃってですね、まあ、50超えた親父がですね、こんなの出て体にいいわけないんですけど、まあ、これ飲みながら今日は喋っていきたいと思います。久しぶりにですね、クッカーを買ってみました。クッカーもですね、別にもうファミリーキャンプとかやらないんで、まあ、ほとんど山にしか持ってかないんで、基本的に軽いやつ優先で、まあ、使うようになったんですけど、あんまり1リッターとか2リッターなんていう鍋必要なくてですね、まあ、最終的に例えばこれはもうずいぶん前に買ったやつですけど、これエバニューのチタンのクッカーの深型ですね。中がセラミックになってるやつ、これなんかよく持ってったんですね。これ実はね、非常にちっちゃいんですけど、640だっけな、まあ大体満水ですけどね、600ml は完全に簡単に沸かせます。ちょうどカップヌードル2杯分のお湯がですね、沸くんですけど、これちょっと縦型なんで、まあ下のストーブがですね、直噴型じゃないと炎が逃げちゃってですね、効率悪いんですね。まあ、これはこれでそういう直噴型のプリムスの P115 とかですね、ああいうの持ってけば、まあ、よく使えるんですけど、気分を変えて新しいクッカーを買ってみました。それがですね、これね、通販で買ったんですけど、まだ開けてないですね。エバニューですね。まあ僕の場合ほとんどのクッカーがエバニューなんで、これがエバニューのですね、チタンウルトラライトクッカーの1リッターですね。ちょっと開けてみましょうか。トリセツですね。おお、いいですね。これエバニューのはね、やっぱりいいな、好きだな、こういうちょっと武骨な感じのところですね。あ、これはいいね、綺麗だね。チタン色というかですね、あと手触りもね、すごくいい。あ、まあこれも同じチタンですけど、ちょっと色ね、こっちはもともとの色がグレーっぽいんですけど、こっちは本当の純チタン色ですね。メモリがですね、200、400で、上の満水の部分が多分600に近い部分ですね。で、開けてみるとこれが、まあ、エバニュー独特のメッシュの袋がついてるのと、あとなんかゴニョゴニョっていうのが軽いですね。これもね、非常に軽かった。これね、120g だって、今 iPad で調べたら。こちらがですね、まあ、先ほど、まあ、名前を言ったチタンウルトラライトのクッカー1番ですね、 600ml の方、こちらですね、なんと重さが 95g ということで、まあこれ込みでね、 95g、 蓋外しちゃうと本当にですね、まあ重さは感じますけど、そうだな、なんだろう、こっちのビデオのリモコンの方が重いかもしれないね。こんな感じですね、まあ、本当ウルトラライト、まあ、取っ手がですね、エバニューのウルトラライトシリーズってこのピンク、まあ、ピンクじゃない、赤だね、まあ、こんな風なのがくっついてます。ちょうど大きさがですね、まあ、僕の手がこれちょうど20なんで、14、5センチですかね、直径。ちょうど600のお湯が、まあ、蓋がありますから、多分 600ml、カップヌードル2杯分は、まあ、余裕で、まあ、沸かすことができると思います。ただこれでね、袋ラーメンは間違いなく無理だと思うんですね。まあ、お湯自体が500必要だし、麺入れると多分ボワってなっちゃうんで作れないと思います。これはですね、多分エマリューの平型のやつだと一番ちっちゃい部類に入ると思うんですね。
でね、ちなみにこれはね、まあ、僕山行くときはもうほとんど10回中8回は持ってってる。これもエヴァニューのチタンクッカー、これは深型じゃなくてですね、平型のセラミックのやつですね。まあ、こちらと比べると一回り大きいですね。ちなみにこれ 900ml です。まあ、こう比べるとまあだいぶ違いますけど、まあ、これはあの中身セラミック、まあ、これはですね結構ボコボコに使い込んでるやつですが、ちょうどこれの中にですねちょっとピタッと入りますね。ね、見事に入りますね。そうだね、ちょうどこの組み合わせいいかもしれないね。こっちのエヴァニューの900の方はご飯炊けますけど、まあ、こちらは間違いなく焦げつくんで、まあ、こっちでご飯炊いてこっちでまあスープものってこともできるし、ただ基本的にはやっぱ一人用ですよね。一人用か二人で使うんなら二人分のお湯を沸かすに特化してる、まあ、そんなクッカーです。まあ、とにかく軽いんで、まあ、想像はしてましたけど非常に軽いんでびっくりしました。で、今日はですね、実はこれあのせっかくウルトラライトなんで、本当にウルトラライト のセットを組みたいなと思ってですね、あのこれ山には持ってったことないんですけど、まあ、非常によく使ってますですね、これカタディンストーブっていうんですね。ちょっともうなんだかね、鍋直接直乗せするんでこれなんか汚れちゃうんですけど、カタディンストーブメイドインジャパンですね。これはあの下にあのプライマリーパンを乗っけて予熱して使うんですけど、これ一番いいのはですね、この直乗せで使えるんですよ。まあ、炎はこの細いですね、まあ、ちっちゃいあの穴から脇から出るんで、こういう風な燃え方をするんですね。で、実際ここが平べったい理由はですね、ここに鍋を乗せられると、つまりこういう方、こういうことができるんですね。まあ、こうやって使うんですけど、ちょっとこのカタディンストーブをですねパッキンしてみたらどうなるかっていうのをちょっとやりたかったんでこれを買ったっていうのもあるんですけど、ちなみにあの、まあ、なんか傷ついちゃうんで、まあ、実際はなんかこうくるみますけど、まあ、これ入れてみますね。これ燃料ですね、まあ、アルコールですね。これ 30ml、 つまりカタディンストーブでいうと、まあ、大体1回から2回分ですねに使える容量です。 30ml で、これがですね 60ml、 これの倍ですね。こちらが60ですから倍になります。あともう一つね、実はちょっとエヴァニューで面白いの出てるんで買ってみたんですけど、これはねナルゲンと同じようなポリエチレンの素材でできてるんでアルコールの耐性があるボトルです。容量はですね 100ml ということで、この2つを合わせたよりもこっちの瓶の方が大きいですね。 100ml だとちょうどねこのカタディンストーブで 400cc ぐらいのお湯を沸かすのにですね、これで4回分お湯が沸きます。これとこれ一緒に入っちゃってるんだね。もう買ったのはいいんだけど残念入んないね残念ということなんで、まあやる前は分かんなかったのでしょうがないんですけど、これが 60ml なんで、これだったら余裕で入っちゃう。あ、余裕じゃねえな、結構タイトですね。ん、結構タイトだねこれ。あ、こうやって入るか。ちょっとね、そうね、ちょっとこんな感じでうまい具合によじれば入る感じ。まあ当然ライターね、これを隙間に入れて、あとね問題は風防なんですよ。ウィンドスクリーン、非常にアルコールストーブ自体がですね風に弱いこともあるんですけど、このカタディンストーブは一回ついちゃうとものすごい火力なんでガス並みに強いんですけど、やっぱりそれでも所詮アルコールストーブなんで弱いです。これもね試しに買ったんですけど、これあの使ってる方結構いると思うんですが、あのバーゴのペラペラのウィンドスクリーン、非
非常にあのちっちゃいやつありますよね。これよくあの青いの使ってる人結構いますけど、これがね、これも試しに買ったので、これがね入れば高さはギリギリだな、これ入りましたね。でもちょっとね浮いちゃってる。こんな感じで、まあ押さえればね、なんで浮いてるかって、多分これだな、これのバネだな。うまくやれば入んかもしれない。あ、これか、これぴったりだ。これでやるとちょっと浮くぐらい。まあこんなですね、あの輪ゴムでも何でもいいんですけど、これで OK ですね。入っちゃった。これはいいね。ちょうどこのセットだと、これがあるでしょ、ウィンドスクリーンと、まあもちろんアルコールバーナー本体、それとプライマリーパンですね、燃料、これ 60ml、 それとライター、こうですかね。このシステムがこの最小ですね。これはちっちゃいお椀の中に入ります。これ全部でね、どれぐらいあるんだろうね、ちょっと測ってきますね。これあのカグママさんがですね、台所でいつも使ってるやつです。あ、これタニタだったんだね。ずいぶん前に買ったんで、もう何年ものだろうね、引っ越す前だから15、6年前かもしれないね。ちょっと異年期が入ってますけど、先ほどのあのこのセットですね、測ってみたいと思います。見えますかね、197だって。197ってことは、例えばあの110のガス缶とかですね、あとはまあ軽いストーブで P115 とか、あとはまあ当然そこに鍋を入れたりですね、やった場合300から350、まあこれの容量にもよりますけど、まあ相当軽いですね。半分ぐらいになったかもしれない。あともう一つやっぱいいなと思うのは、これ全部収まることですよね。これね、ちょっとね、今梅雨だからね、裏山の方に トレッキング行けないんだけど、ちょっとこれ非常に組み合わせて面白いんで、ちょっと今度使っていきたいなと思います。ちなみにあのもう一回商品名はですね、エバニューのチタンのウルトラライトクッカーの1番ですね。こちらでした。